今回はですね、対戦を控えました、ロマゴン対エストラーダ3に向けてちょっと2人の王者の裸にしていきたいと思います。育成のファイター、そして技能派のチョコラティーヌですよね。今の知らない人には伝わらないでしょうね。でも日本では認知は高いですよね。八重樫さんともやってるし、結構日本のテレビに出てます、ね、うん、試合で。日本人もいっぱいやってる。そうですね。でももう軽量屈指のもうハードパンチャー。軽力1位で言ってもいいぐらいですよね。そしてインファイトね、好戦的なインファイト。ゴンサレス以上の選手は今後現れないんじゃないかってぐらいの強者だったんですね。そうですね、エストラーダは、まあ、メキシコの中でこう綺麗なスタイルと荒苦しいファイターみたいなんですけど、どっちかというと綺麗な方で、そうね、まあ、けど、ね、ストレートを駆使した、まあ、どっちかというと好戦的な選手のところもあるん でパンチも当然あるし、まあ、メキシカンらしく、ね、本当に打ち合いも強いですし、はい、まあ、いい選手ですよね。僕ワンツー結構僕の印象だと同じ感じかなっていう、どっちが勝ってもおかしくないかなっていう試合だったと思いますね。まあ、2人ともそんなに崩さないですよね、自分のスタイルは。だからゴンサレスはもうガード固めてスッスッスッと入っていく感じ。片やそのエストラーダはしっかりリズム取ってコンビネーションまとめるって感じですね、距離だって。スタイルは違えど、実力は結構お互い同じぐらいかなと思ってますね。そんな中からシュッと。もうやっぱロマゴンといえばもうインファイトマスターじゃないですか。ラウンドが進むにつれて増えてくる手数イコールそのコンビネーションですか。そのコンビネーションの中でよく未だに使ってるコンビネーションがあるんですけど、やっぱり得意なアッパー、左ボディ左アッパーですね。そこからの右ボディですね、右ボディストレートです。このクラウチングからもうこの距離からスパ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 出るじゃないですか。でこれですごいのがやっぱこの左のアッパーにしても3回4回普通にコンスタントに出るんですよ。コン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 、この中でボディからアッパーで、相手がちょっとこうなったところに右ボディスポンって合わせるんですよ。これが非常にまた苦しいんですよ。パンパンコン、これが相手がこのボディストレートをすることによって相手が足使って逃げた場合も届くんですよ、長い距離だから。そのぐらい短い距離でこれ打ってるんで、これが当たるんですよ。これもろ当たったら確実にダウンされるんですよ。エストラーダはまずディフェンスのこの危険予知察知能力がすごいんですよ。大抵右ストレートだったら基本的に来やすいのって左レッグじゃないですか。それを来るのをガードするときにこうショルダーして、そこからすぐブロッキングに持っていくんですよ、こうやって。これそうなんですけど、相手は右ストレートで終わってるんですよ。で別にこれする必要ないんだけど、エストラーダはもうやってその次までやってるの、ふんふんふん。この動きにパンチつけられるから、相手が来た時はすぐふんふんパンって返せるの。こういう相手の1、2歩、3歩攻撃してくるだろうところまで読んでる、そのディフェンス能力、その動きされてね、やってる本人はね、おお、これっても当たらないだろうっていうのを先にされちゃうと、そう思っちゃうんだよね。そういうやっぱ未来を読むディフェンス力っていうね、そういうのすごいと思うね。どうっすかね、展開そんなにガラッと変わらないと思うんですよ、僕的に。ね、前回ずっと打ち合っててね、はい、僕前回の試合はロマゴン勝ったかななんて思ったんですけど、はい、結構1回目も2回目も分かんないって分かんないですよ、ね、人によって本当に見方変わるって、こっちは勝ったって多分1
違いに絶対いないと思う、うん、今回も実はそういう感じになるじゃないまあ僕はロマゴンね好きなんで、はい、僕ファイター系のコンビネーションパンチャー好きなんで、はいまあ、ロマゴン頑張ってほしいなってそうですね、まあ接戦になることは間違いないいや絶対いい試合になる多分どっちもタイミングによっては倒れるじゃないですか、うん、どっちも倒すパンチ持ってるし、うん、いや何があるか分からないっちゃ分からないんですけど、うん、でもまあザ・ボクシングっていう試合でしょうね12ラウンドを落とした一進一退の攻防やっぱり今キャリアがね今一番積んできてる2人ですからその2人にしかできないやっぱり自主性があるとそこをしっかり見たいなと思いますね